悪人の真ん中にいてピクッと怖いって始まりました。ガリズ厨房の醍醐味となっております。失敗。待って待って、いける。ガリズ厨房いいよ。さあ、こたびの献立オーバー。こたびの献立は砕き麦の赤飯おくるみ、オートミールオムライスのことです。オートミール、いやー、オートミールとは何ぞやな、うん、これはもう油べらしの方、原料系の食事でございます。なるほど、それが油べらしの方におすすめ、うん、これを、はい、米の代わりにこの砕き麦を入れるということで、あんなま焼き菓子、菓子で星 3.2 じゃったかな7中3今日はもう叩き出した、いいの、うん、叩き出しましょう。心得ます。さあ、なれば参りましょう。参ろう。砕き麦、砕き麦に整え豆乳と仏の国の馬粉末を入れ、スケスケちり紙にて電子かまど600炊き木で2分温めよう。何にもわからぬ、うん、よし、なればスターお願いです。もう混ぜてよいんだな。よいこれが何の役割するのか知らんのか。コンソメの助も入れて、コンソメの助師匠入れ て、うん、めでたいな、やっぱりコンソメの助師匠は。おめでとうございます。いつもより多めに入れております。いいですね、いいですね。はい、炊き込ましてくだされ。これで米の代わりになると思う。いやいや、染めの助師匠入ってるから。あ、染めの助師匠、まことにうまいぞ。これは助チリかぶせの電子かまど600炊き木で2分。えぇ、いや、そうみたいなのじゃよ。これ指南書にそう書いておる。じゃあそれを助チリかぶせて電子かまど600炊き木、1時間に600本炊き木が必要な、うん、炊き木何分っていうなれば、はい、これをそちらへ、はい、玉ねぎじゃな、玉ねぎ、うん、玉のねぎを今の量に合うぐらいでいいんじゃろ。うん、もうそんな、まあ2割5分ぐらいでいくか。4分の1でも多いような気するの。確かに、でも多い方がうまいぞ、玉のねぎ様。うん、じゃあもう2割5分で、2割5分いきましょうぞ。なんかこういうみじん切りの方法をバイト先で習ったもんじゃな。これあれがあったらな、ブン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 ブルリ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 砕きがあったら、砕きがあったら一撃なんじゃがな。よし、これでおそらくみじんにはなっておろう。ブル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 砕きがあったらもう便利なんじゃがな。こういう時にそういう商品も一緒に紹介した方がなんか良さそうじゃがな。便利使ってる、家でブルブル砕き、あれはほんまに使ってる。あれやる時だけそれがし、うん、呼んでくれって言って、もうやらしてくれと。仕事人、仕事人、ブンブンチョッパーの翔介てれピーあの人で、うん、人間悪人ども、悪人どもあん中にいてピクッと怖いって。壊し壊し、かしわ胸肉、かしわ胸肉を、かしわ胸肉を食べやすき大きさに切るのじゃ。わ、なんかでも切れやすくなったよな、明らかにな。あー、まことか。これぐらいかな、良いの切れ味が。これぐらいか。まだ電子かまどの今焚き火がちょっとしけってたらしいからな。ね、じゃらりんってなりましたいや、しけってるという話を聞いた。焚き火今川でどの、おい、お師範追い出すなよ。お師範じゃよおいよ、すいませんすいません、このスケスケすだれでお師範追い込んでどうするのじゃお主あ、これやんごとなき温度でございますあ、でもふやけとるわ。あ、箸を入れた感じ、確かに米に箸を刺すがごとくの感じ。それが米代わりじゃよ。ひなたき鉄鍋にオリベの油を引きつつ、うんうん、今切ったものをみんな入れていくのじゃ。心得ましてございます。みじんまりネギを入れ、かしわ胸肉も放り込むのじゃ。同時に、うん、まあ少し色がついてからじゃな。そうじゃな、火の通りの悪いものから入れていく鉄則じゃ。心得ました。さあ、なれば下のお味をつけてまいろうぞ。塩とコセウセウセウじゃな。せう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 でいきましょうぞ、うん、さあ、これに砕き麦、先ほどの工程で作ったものを、まこと温め砕き麦を入れる。うん、これが米になると思うす。おお、
あーまあそんな誠に油べらしの感じがするの、この手触りどうじゃ。確かに米を混ぜてるがお得じゃな。なればここにくれない誰を。ああ、もうこの辺りはもうおくるみ赤飯の作り方と全く一緒じゃ。ああ、いいよいいよいいぞ、良いぞ良いぞ、色はかなり良いぞ。ああ主、香りは、これない飯できてきた。香りよろしい。香りももうあのまま、うん、もうござる。もう羽毛布上がってるかもしれんな。羽毛布もう上がっておるな。もううまそうじゃな。これ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 、もうこれだけでもおそらくうまいのじゃが。ここに玉のおくるみを作りまする。はい、玉蓋始まりました。ガリズ厨房の醍醐味となっております。玉の方鬼滅の刃でしょう。毎度先週中、あー来た、あーいやーさあどうじゃ、玉の方、あー頭ごな呼吸、ややわれややわれややわれ、ここでもしや、まあ豆絞り入れまするか。豆絞り入れるか。ちょっと豆を絞ってくださいませ。これも適量の豆絞りを入れまして、うん、やっぱり油べらしじゃからこの辺りも。そうそう、これでまろやかになりますからな。牛乳ではなく豆絞りの方を行かせていただいております。さよ、もう赤子くるまれてるんじゃな。明日帰ってきます。ああ、じゃあここでくるむ練習して、赤飯くるんで赤子くるんで、こんなことしておる暇はない。何しておるのよお主。帰りたい。この後バイオの生配信がございますんでよろしくお願いします。帰りたい。さあ玉落とし、飛天御剣流玉落とし。あー良いの。急げや急げ、参るぞ参るぞ、急げや急げや。もうこれでいいぐらいやけどな。もうこれでいいじゃん。それを滑らして、あ、見栄え悪し。さあどうじゃ。失敗。待って待って、いける、戻します。こっからいける、おくるみ。あーちょっときついか。ちょっと見栄え悪いの。ちょっと見栄えはあれですが、苦えば大事なのじゃよ、うん、いやいやいや、なればこれにくれない誰。くれない誰で何とでも隠せるのよ、うん、あ、まあなんか書いてもええかもしれんの。なるほどね、うん、盛り上がるような文字書いてほしいな。心得ました、お願いいたす、うん、じゃあ文字書いちゃってちょっと見んとこうかな、うん、何でも言うぞ、うん、上がるような文字がいいかもしれんの、はい、できました。できましたか。こんなことしてる場合じゃないとのた打ち回っておりますが、いいですか、呼んでください。お願いします。みつ、去年の漢字一文字、みつ、みつって書くんじゃないかなと思った。漢字一文字って言った時にまんまとその術中にはまったわけか。術中にはまった。じゃあこのみつめしをに、うん、最後よもぎちらしで総仕上げ。あんまか、あ余裕が出てきたから天より降っておりまする。ノールックよ。ああ、もう英語が飛び出しちゃいました。水もうこぼれておりまするぞ。よし、いかがですかな。さあ完成でございまする。さあなればいただきましょうぞ。お願いいたしまする。実食。どれぐらい違うのかな。触った感じ。この赤飯を2個目。うん。いただきます。お願いします。さあさあさあ言いました。え？米なのじゃが。米なのか。米なのじゃが。米は使っておりませんぞ。砕き麦に豆絞りをかけて温めたものでございますぞ。まこと、隠し米しておりませんからな。え？うまし。うまい。あ、これうましか。これでいつもよりどれぐらい押されるのかな。それちょっと気になりまするな。うん、あの三島お調べによりますると、はは、約、うん、茶碗一膳の白米より半分の油べらし、約5割べらしで来ております。なるほど、うん、2人前食べても1人前しか食べてないよ。これは良いことを聞いたというわけでございます。さあなればお願いいたしまする。5つ中参ります。お願いします。もうそんなんもあんの、もうそんな5とかじゃなくて、前100やつやつ、前100やつやつ。
いやこれはねもう美味しいのとそれに、うん、油落としができる。まあお主な、うん、もう一生万年お主が言ってる油落とし、油落とし砕き麦ちょっとそれは買って帰ろうかと思います、うん、あじゃあ買って帰ってください。そしたらいいんじゃないでしょうか。誰も止めてはおりませんぞ、うん、米の影武者それが砕き麦よ。米の影武者、焦げ亀影武者として怪物言葉、米の影武者としてこれからもしかと働くがよい。見事な働きであったぞチラシ麦屋。チラシ麦って何ですか。砕き麦なればお旅は成田中坊、この辺でおさらばでございます。また来週笑点みたい